ちょっと女の子どうですか。ねえお客さん、遊んでいきませんか。ちょっと寄ってきません。どうですか、遊んでいきましょう。親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった渋沢、次期若頭これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、殻の一坪の件で俺に話があるって。土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ、そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か。お金はいくらでも結構です。ただしこれまで殻の一坪に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。誰か来るぞ。あ、一人か。誰だありゃ。まじま。渋沢組が始末したんじゃねえのか。まじめ、止まれこれ。うっさいわボケ。お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやで。さっさとどかんかい、ボケが。Yeah!
マコだ。なんやこれは。何しとるんやお前。
で。おい、誠、聞こえるか？しっかりせえ。おい、俺が分からんのか？返事せえや、誠。ごめんなさい。誠、私だけじゃね、何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を三つ、私の前に並べてください、堂島組長。それが、殻の一つをお譲りする条件です。可愛い子分の首で、
土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか？お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うに言った。あの空の一坪って土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一坪は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。こんなこともだろうがヤクザをなめちゃいけねえな。私本当にバカだって世間知らずだから、空の一坪があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰か誰かこの子を。真島、セロ、何だった？撃たれてる。すぐに運べ。この人を知らせるな。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。誠、おい聞こえるか。死ぬな、死ぬんやない。お前の望みは俺が叶えとるから。